Hey guys, my name is Moon, and welcome back for more Famicom Detective Club, Emio the Smiling Man. So last episode, we started chapter 11, and I guess we got a big, not a revelation, but we got something last episode, right? So a lot of the, the construction workers, right? They noticed Makoto Kuze, at least his face, right? But they were calling him in a different name. They were calling him as Minoru Chizuki instead. So, yeah. That is very, very interesting, right? So, we're here with the Todoroki, I guess, family again, or couple, or at least the wife here. So, let's talk to her. なぜミノルがこの町にいると分かったんですか？それは…そうだ、トトロキさんがその理由を知りたがるのは当然だ。Yeah, what are we gonna say? 鈴木ミノルがこの町にいる可能性が高いことが分かった理由。しかしそれを告げるには佐々木英介君の事件に触れる必要がある。18年前の事件の関係者とされたまま行方不明になってしまった鈴木みのるが佐々木君の事件にも関わっている可能性があるという情報は轟さんにとってとてもショックなことに違いない。とはいえ似顔絵ももう一度見てほしいし、何よりも轟さんにはまだ聞きたいことがある。協力を仰ぐために轟さんには。 Honestly, I think we should just say it, right? I should be honest with her. Yeah. 正直に話して協力を仰ぐべきだ。わかりました。お話しします。社長はお家の中でしょうか？主人は納車で出かけています。じゃあ社長がお借りになってからがいいですね。いいえ、今すぐ聞かせてください。少しでも早く知りたいんです。トドロキさんは最近幸福市で起きた男子中学生の絞殺事件はご存知でしょうか？え？ああ、はい。ニュースや新聞で見聞きした程度ですが。僕は今、その事件に関する調査をしているんです。え？その事件は、鈴木さんが関係していると見られた18年前の事件とつながっていることが分かりました。そして最近、今回の事件の関係者たちの前に18年前の事件を想起させる風貌の人物が現れるようになりました。その人物が鈴木さんである可能性が高いんです。鈴木さんがこの辺りにいらっしゃるのであれば、轟さんに連絡するんじゃないかと考えて僕は今日お邪魔したんです。鈴木さんが住んでいたアパートはこの亀松町にあったんですよね？She's not even saying anything anymore. エミオという都市伝説はご存知でしょうか？最近何か変わったことはありませんでしたか？例えば無言電話があったとか。あなたはミノルが犯人だと思ってるんですよね？あ、いえ、今の段階でそれは分かりません。ただ一つの可能性として
否定できないと考えていますが。お引き取りください。Okay, yeah. Because, yeah, for them, what do you call this? The memories of Minoru for them were good, right? So they cannot believe that this could happen, right? I mean, we are not sure yet if it was him, but yeah. But you imagine if someone went to you and said that to your family member or your loved ones, right? Can you believe it instantly? Probably not.ミノルを犯人だと思っている人にお話しすることは何もありません。あの、マダム、トドロキさん、我が子のような存在が疑われている。そう思うトドロキさんが僕への協力を拒むのは当然だ。Yeah, exactly. Exactly as he said it. Minoru is like a son to her. So, yeah. And we accused him of murder, right? No wonder she's upset. Yes. でも、似顔絵のこともあるし、アパートの場所も知りたい。事件解決に、トドロキさんの協力は不可欠だ。やっぱり、社長の帰りを待つべきだったかな。Oh, when he comes back, he's gonna be furious as well, right? He's gonna be angry at us. Oh, 探偵のあんちゃんじゃねえか。I mean, once he knows. おお、早速ミノルが見つかったってか。って、そんなわけねえか。んだよ、元気ねえじゃねえかよ。神さんも俺も頼りにしてんだぜ、あんたのこと。あんた。ん？何があったか、俺にも聞かせてくれるかい、あんちゃん。はい。実は、僕は、夫人に話したことを轟社長にも話した。そういうことかい。あの、消えてくれ、消えれって言ってんだよ。最近の殺人事件が18年前の事件に繋がってるだ。それが何だってんだい。ミノルは、ミノルのやつはな、そもそも犯人なんかじゃねえんだよ。俺も神さんもミノルが殺人犯だなんてこれっぽっちも思っちゃいねえ。それを何勝手に犯人扱いしてんだ、てめえは。いえ、僕はそんな。よう、あんちゃん。はい。探偵ってのは一体何なんだ。ただの警察の手先なのか。俺たちに近づいて。What？ ミノルを見つけて警察に突き出す片棒を担がせようってのか。冗談じゃねえ。おととい来やがるってんだ。帰れって言ってんだよ。あんちゃんがミノルのやつを見つけてくれるって話なんだよな。ありがてえ話だな。あ、おい。本当ですね。18年前に都築実は大怪我をして姿を消した。But yeah, look at their faces, man. It's so different. When we last saw them, yeah, they were just a happy couple.
But now we're saying this, of course they're gonna be frustrated, they're gonna be upset, yeah, angry. 我が子のような存在の生死も分からずに長い時を過ごしてきた轟夫妻の思いは計り知れない。その続きが見つかれば僕は鎌田警部に知らせる。それが当たり前だと考えていたけれど、轟さんは昨日僕に話した内容は当時警察には話していないと言っていた。それなのに僕は鈴木が犯人だという前提で轟夫妻と話をしてしまった。そんな僕に轟さんが協力するはずがない。僕はなんて残酷なことをするつもりだったんだ。ケレってのに何黙りこくってんだ。おい、塩持ってこい、塩。ドルト、あんたがミノルみてえに済んだ目してるだなんて、俺には人を見る目がねえんだな。いい目してんだな。Show him the this one. ふざけてんのか。He's getting angry. ふざけてんのか。I mean, yeah, you can understand why they're like this. なんだよ。僕は自分のことを一度は信じて頼ってくれたこの人たちの気持ちに応えたい。ただ純粋に続きに会いたくて心配しているこの人たちの気持ちに、それができるのは僕しかいない。探偵である僕にしか。 Boy detective skills。 トドロキさん、僕が間違っていました。ごめんなさい。僕はただ真実が知りたいんです。鈴木さんは犯人なのかもしれない。お前、あるいは18年前の事件に巻き込まれ今また真犯人に利用されているのかもしれません。だから鈴木さんを見つけ出したいんです。今の僕が探偵としてすべきことが、轟さんのおかげでやっと分かったんです。だから僕に協力してください。ねえよ。ミノルが俺たちに連絡するなんてことはねえって言ってるんだ。あいつはああ見えて勘のいいやつだ。あんちゃんの言ってることが事実だとすれば、自分が疑われてることに気づいてるだろうよ。だったらミノルは絶対俺たちに近づこうとはしねえ。俺はそう思ってんだよ。トドロキさんに迷惑がかからないように。そういうやつなんだミノルは。でもよ、そういうのが分かってても俺らはそんなミノルに会いてんだ。どうしても会いてんだよ。だからあんちゃんの調査ってやつに協力するよ。おい、それでいいよな。ええ。Okay, we're good now. Thank God. ありがとうございます。その前に一つ注文だ。The music changed suddenly. It's jolly again.
ミノルを見つけたら真っ先に俺たちに知らせてくれ。ミノルは俺たちに絶対に嘘はつかねえ。あんたの言う真実ってやつを教えてやるよ。わかりました。鈴木さんの住んでらっしゃったアパートというのはまだあるんでしょうか。ああ、まだあるよ。気味悪がって誰も住んじゃいねえけどな。せっかく借りてやったのに、汚すだけ汚してどっか行っちまいやがってよ。Wait, even the lease is in his name? Okay. 家主から散々文句言われて、たまったもんじゃねえってんだ。そのアパートはどこにあるんでしょうか。ああ？あんなところに行こうってのか。ずいぶん物好きだな、あんちゃん。町の子供たちの間でお化けアパートって言われているのはどうやらそこみたいなんです。お化けアパート？なるほど、ちげえね。おい、ちょっと地図書いてやってくれ。はいはい、ちょっと待っててくださいね。すみません、よろしくお願いします。エビよ、なんだそりゃ。鈴木さんが話されていたかなと思ったんですが。ねえよ、大地ほとんど喋んねえからな。必要最低限のことしか言わねえよ、ミノルは。あんちゃん若えのに根性あるな。気に入ったぜ。さっきは怒鳴って悪かったな。いえ、こちらこそすみませんでした。 Okay, how about we ask this, right? Yeah, for the Kuze one. About the construction workers as well. Wait, nothing then? I tell you, Minor.でもよ、昨日話したことぐらいしかあんちゃんに話せることはもうねえな。あんちゃんに話せることはもうねえな。I mean, I'm showing you this one. ん？昨日も見たよな、確か。何度見ても心当たりはねえな。ん？誰だい、この人は。この似顔絵は鈴木さんの現在の顔に思えるということでしたね。ああ、その通りだ。もっともあれっきり会っちゃいねえからな。人相が変わるってこともあるだろう。ですよね。でもよ、いなくなっちまった時やつはもう大人だったから、そんなに大きく変わんねえんじゃねえか。なるほど、確かにそうですね。 He was 25, I think, right? 25? そう思ってみれば、ああ、こいつはミノルだ。目元なんかそのまんまだぜ。社長が言ってたように、18年間で続きの顔が轟さんたちが間違えるほど変わるとは思えない。あの工事現場の人は誠さんを続きだと断言した。なあ、あんちゃん、こいつは一体誰なんだい。実はさっき工事現場で続きさんを知ってるっていう人に会ったんです。ん？本当かよ、あんちゃん。だからその人に2枚の似顔絵を見てもらったんですが、その人はこっちが鈴木さんだって言うんですよ。はあ、なんだいそりゃ。ごめんなさいね、私不器用だから時間がかかっちゃって。
ミノルの似顔絵本当によく描けてるわね。だよな、これはどう見たってミノルに違えねえよ。やはりこっちが続きの似顔絵で間違いないようだ。俺たちが間違うわけねえってんだ。あ、What do you mean by ah? そうか、わかったぜ。こいつが真犯人だぜ。ミノルの名前を語って悪いことしてる野郎は。I mean, it's possible, right? It is possible. こいつが真犯人だぜ。あんちゃんもそう思うだろ？ But the thing is, though, why would he take the name of Yaminoru? For example, right? 確かに。トドロキ社長がそう考えるのはもっともだ。でも、その似顔絵の人物は、クゼマコトさんだ。誠さんが鈴木の名を語るなんてことあるのか。あちゃん、早くミノルを見つけてくれ。ほんでもって、そのミノルのふりしてるやつをとっ捕まえて警察に突き出してくれ。お願いします、ミノルを見つけてやってください。これがあの子が住んでたアパートへの地図です。任せてください。地図、ありがとうございました。よし、これで続きのアパートの場所が分かったぞ。Okay, let's see. So why would Makoto act like Minoru, right? So for example, where is this? Yeah, there's no way that Makoto Kuze is importing Minoru Chizuki. Remember when Detective Kuze said that, yeah, or not Detective Kuze, but yeah, the story is she saw her brother, but it looks like he had amnesia, right? But why would he act like Minoru though? That's the thing. Why? So if the, in that day, was it July the 1st, right? When the incident happened, when they went missing, or when Makoto went missing, right? So if in that day, for example, they got attacked by the smiling man, right? Junko, let's say Junko, let's say, yeah, she escaped. She went back home, but she was still crying, right? And then Makoto got caught. Why would he take the name of Minoru, though? Because, yeah, I'm assuming Minoru is a smiling man. There's no doubt about it. We're so late in the game right now. It's definitely him. And then why would he be the smiling man now, right? For example, why would Makoto be that, for example, right? A lot of questions, man. A lot of questions here. Yeah, even though if he had amnesia, why would it take his name? Maybe... I don't know. Maybe Minoru, for example, he kidnapped Makoto and then, yeah, he tortured him, maybe? Maybe something like that, right? Until he got amnesia and all. And then he groomed him to be Minoru Chizuki instead, right? But yeah, in the 18 years though, there was no killings except right now for Eisuke. That I think maybe Junko and Kamihara might be connected to, right? So what is the point of, let's say, yeah, Minoru or the smiling man to take Makoto, for example? For 18 years, nothing happened, right? Nothing happened in 18 years. No incidents, no nothing. Okay, I guess we'll continue for now. We'll find out. Okay, let's go to Minoru's apartment.ご協力ありがとうございました。お、気をつけてな。ミノルのこと
頼んだぞ。はい。 For 18 years, nothing. Jesus, what is this place? It's broken. ここだ。 Is no one living here? I guess.さすがにドアを開けるのは難しいよな。I mean, yeah, would you even want to live here? With, the history of this house, right? I guess no one would live here, even for very, very cheap. 雨ざらして、外壁はひどく傷んでいるようだ。敷地内に人が立ち入らないようにロープが張られている。おそらくずっと前からこの状態なんだろうな。何年このままなんだろう。2階への階段にはチェーンがかけられている。ところどころ割れている。でも中はよく見えないな。一通り調べてみたけど人が住める状態じゃないな。 Okay, what do we do now? 子供たちが言っていたお化けアパートは多分ここのことなんだろうけど。 Well, there's an old man on the right side. お化けアパートにはエミオが住んでいるか。鈴木はおそらく幸福市にいるだろう。 Someone is watching us. このアパートに人知れず潜んでいる。それはないか。でもなんとなく視線を感じる。エミオ、いるなら出てこい。なんちゃって。お。Did he? Okay. I thought he ran away.ここで何しとる? Okay, yeah, this can't be Minoru. He's too old. For example, yeah, this cannot be Minoru. What do we do here? Ask him. Oh, konnichiwa. ちょっとお話を伺ってもいいですか?昔このアパートで騒ぎがあったことはご存知ですか?はあ。Okay, this dude is not gonna say anything. 18年ほど前、都築実という人がここに住んでいらっしゃったようなんですが。実、都築。の?欧米風?おじいさんはエミオってご存知ですか?わしはエミオ。え? No, he's just saying I am a smiling man. I mean, smiling man means エミオ。ここで何しとる?実は僕探偵で。ある事件の調査をしているんです。ある探偵の事件。いや、そういうことじゃないんですが。ここで何しとる?Okay, this old guy, man. ミノル君。Alright, how about we show him this? How about this? Alright, we're wasting time with this guy. 情報を得るのは厳しいかな。一応来てみただけだしな。おじいさん。
ありがとうございました。あ、じゃあ僕失礼します。血に染まった部屋、笑い声、叫び声をわしは聞いたんじゃ。 Okay, now he's talking. When I tried to leave, he talks. エミオは真っ赤な部屋に住んでるんだ。壁も畳も真っ赤っか。違うよ、叫ぶんだよ、ギャーって。このおじいさん、昔のことを知っているだろうか。おじいさん、昔何か見たんですか。わしは見たんじゃ。男を見た。男を？それは最近の話ではないんですね。わしは見たんじゃ。わしは。 Okay, let's show him faces. おじいさん、この人の顔に見覚えはありませんか。この人に最近会ったということはないでしょうか。はあ、どうなんでしょうか。わしは見たんじゃ。アベックを見たんじゃ。 A couple? え？ The Todorokis. A couple? で、アベックとはなんだ？仲睦まじい男女じゃったの。わしは知っとるんじゃ。何か知っていることがあるんですね。教えてください。何でも知っとる。何でもですか。は？海は？何を知っとると言うんじゃ。僕が聞きたいです。女がおった。女の人ですか。このアパートにでしょうか。ダイナマイト。ダイナマイト What? え、爆弾。セクシーダイナマイト。What is he talking about? え？ Sexy dynamite? ドッカンじゃ。ああ、爆発しちゃった。Maybe he's saying the woman is a bombshell, right? A pretty, pretty woman. Is that it? はあ！ああ！おじいさん、大丈夫ですか？わしは見たんじゃ。いや違う、わしは見られとるんじゃ。おじいさん、誰に見られてるんですか。ニコニコ笑顔。笑顔。おじいさん、何か知ってるんですか。怖い。わしは怖いんじゃ。一体何が怖いんでしょうか。まんまる。白いまんまる。伸びる。White circle stretching. 白いまんまる伸びる。もうダメじゃ。何が。わしは知っとるんじゃ。は？何を知っとると言うんじゃ。
わしは許せんよ。おじいさん、何かあったんですか？わしは奴が許せん。奴というのは誰なんでしょうか？お前も知っとるあいつじゃ。誰？ What did he say? あいつはあいつじゃ。本当に誰？あいつめ。うん。あ。歌。歌れた。おじいさん。歌を忘れた。何なんだ。He's singing a song.わしは、あの、わしは聞いたたくさんの足音を。足音？何の足音だったんでしょうか？歌れた。歌を忘れた。わしは聞いた。歌。He's repeating what he's saying now. 情報を得るのは厳しいかな。情報を得る。Alright, what do you want? Call out to him? あの、おじいさん。ミノル君。ん？お？わしは、情報を得るのは厳しいかな。Okay, dude. What now? Travel? Let's try to leave again? あ、じゃあ僕、失礼します。違う。そうじゃない。ん？何がでしょうか？血に染まったのは、okay, the blood stain? わし。え？おじいさん、何があったんですか？My God, what is wrong with you? 行かせはせん。歌を。血に染まった部屋や、子供たちでも知ってる話だしな。わしは血に染まった覆面の男を、あの晩、わしは見たんじゃ。え？血に染まった覆面の男？おじいさん、それは一体何の話ですか？怖い。わしは怖いんじゃ。おじいさん、大丈夫ですか？わしは。おじいさん、何があったんですか？わしは。お父
さん、また知らない人に昔話をして。すみませんね、ちょっと目を離すと一人で出てっちゃうもので。お、ここで何しとる。言ったじゃろ、覆面の男がおるから危ないんじゃ。 He knows. ここで遊ぶなと何度も言うとるじゃろ、ヒロシ。 How many times do I have to tell you not to play your Hiroshi? Who's Hiroshi? この人はヒロシじゃありませんよ。ごめんなさいね。じゃあ、Hiroshi? あれは誰じゃ。知りません。ヒロシはもう大学生ですよ。あんな子供じゃありません。ところで飯はまだかい。え、さっき食べたじゃないですか。お化けアパートでの収穫はなしか。でも血に染まった覆面の男というのが妙に引っかかるな。 Okay, that was a lot. Like, of course he couldn't talk straight, but I guess he was there at the time it happened, right? With the blood and all of that things.But yeah, it did say something about a couple, right? We will have to find out about that. It said dynamite, sexy dynamite. Come on. Okay. How about we go back here, I guess? Road construction? Ore, yake ni shizuka da to omottara dare mo inai. I guess we gotta think for now. Kouji genba no hito no hiru yasumi ga owaru made.どこかで時間を潰すか。 Okay, we'll come back when after they eat, I guess. We'll go around town for now. It's still noon. おや、どうしたんだい坊や。今日も聞き込みかい。ママさん。ママショコ。はい、そうなんです。ママさんはここで何を。私はこれから出勤さ。店は夜に開けるからね。あ、そうか、そうですよね。ん？坊や、なんか今日は元気ないじゃないか。え？僕、そんな風に見えますか？何年客商売してると思ってんだい。わかるんだよ、そういうのって。ね、どうしたのさ。カミちゃんと喧嘩でもしたのかい。おやおや、図星みたいだね。ショーコママさんはなんだってお見通しさ。本当ですね。カミちゃんってさ、いつもヘラヘラしてるだろう。あれってさ、怖いんだよ。人に自分の本心を知られるのが。カミちゃんは今大変なことに向き合ってて、いっぱいいっぱいなんじゃないかい。そのカミちゃんが坊やに対して感情的になったっていうんなら信用されてるんだよあんた。悪いね、店の準備があるからもう行くよ。ママさん、ありがとうございました。大概のことは笑えばなんとかなるもんさ。事件が解決したら店においで。カミちゃんと一緒にさ。はい、必ず行きます。よし、いつもの顔に戻ったね。じゃあ待ってるよ。
信用されてるか。We will see. We will see. He trusts us? I mean, yeah, he said last time, right? I hope you survive or something like that. I hope you live through this. Yeah, he said something like that last time, right? That dude, man. Very hard to trust right now. Where do we go? Here? Okay. Oh, gossipers. Oh, the kids are there again. Look. How about we call to the ladies here? すいません。ちょっと。でね、最近ほんと大変なのよ。やだ、それは大変じゃない。あらやだ、うちでも似たようなことあったわよ。まあどうしようかと思うぐらい大変なのよ。ねえ、何の話をしてるのか何もわからない。True, I don't know either. 盛り上がってるみたいだ。Super passionate about it, though. そこには誰もいない。No, the kids there, the children. 変人のお兄ちゃんだ。It's the weirdo again. Stop calling us weird. お化けアパートのことを知りたい。なんで？お兄ちゃん、もしかしてお化けアパートに行ったの？さっき行ってきちゃったんだ。とっても気の悪い場所だったよ。あ、すげえ！お兄ちゃん、よく生きて帰ってこれたね。まあね。変人には変人でないと対抗できないんだ、きっと。Alright, fine, I'll leave you kids. Bye bye, okay. Let's go back. さあ、お兄ちゃん行くね。変人のお兄ちゃん、またね。バイバイ。変人のお兄さん。Weirdo Big Brother。おお、さっきのあんちゃんじゃねえか。悪い、あんまり時間がねえんだ。予定が変わって今日は作業を切り上げることになったんだよ。え、そうなんですか。俺の知ってることはさっき。What do you want to know? Think? 似顔絵の謎をはっきりさせよう。 Mystery of the sketches。 マジで勘弁。乗り合いの車が迎えに来ててみんなを待たせてんだ。第一似顔絵を何度見たって一緒だぜ。おっさんの方が続きってのはありえねえよ。でも、おい、何やってんだ、早くしてくれよ。ああ、わかった、今行くからよ。つうことでまたな、あんちゃん。おお、そうか、そうや、あいつの続きと。 Okay, let me talk to him then. ちょっと待ってな。おい、なんだよ、みんなを待たせてろってのに。あんちゃん、これ俺たちの送迎車のドライバーなんだ。続きのことも覚えてるはずだぜ。本当ですか。 I let's show both sketches. すいません、これを見ていただけますか。よう、どっちが続きだって思う。え、それはこっちだろ。だよね、ほら見ろ、あんちゃん、俺の言ってることは正しいんだってばよ。間違いありませんか。
現場を引き上げるときはいつも点呼を取るんだ。鈴木はいつもマスクしてたんだけど、点呼のときは外してもらう規則なんだ。だから名前と顔は一致してるよ。So yeah, all of them are just saying that it's Minoru or Makoto is Minoru. 二人の人が誠さんの似顔絵を見て鈴木だと断言している。思い違いなどではなさそうだ。でもなぜそんなことに。鈴木さんはどういう方なんでしょうか。まあとにかく変わったやつだった。ほとんど喋んないし、いつも一人でいたな。飲みに行こうぜって誘っても笑ったような目をするだけで返事もしねえ。ほとんど喋んないし、いつも一人でいたな。そういう人は知らないな。はっきり言ってこれといった印象がないんだ。下手すりゃいても気づかないよ。でもなんとなくいいやつっぽいんだよな。ただの印象だけどよ。鈴木さんについて何か思い出せることはないですか。些細なことでも何でも。そうだな。あ、そういやほら、あの時の工事の最終日。最終日？ Last day。あれな。お前が忘れてどうすんだよ。作業員のほとんどは俺の乗り合いを利用して現場に通うんだけど、鈴木は現場まで歩いて通ってたんだ。ところが工事の最終日の帰りに乗り合いを利用したんだ。俺が誘ったんだよ鈴木を。どうしてなんですか。あいつ変わってっから、どんなとこ住んでんだろうって興味があったんだ。ラストチャンスだって言ってたよな、お前。そうだっけ。それで鈴木が降りた場所っていうのが民家も何にもない山のふもとだったんだ。 Drop him off in the middle of nowhere, kind of a mountainous area, okay? 随分妙なところで降りるんだなと思って様子を見てたら、そいつ草木をかき分けるようにして山の中へ入っていったんだよな。へへ、お前はクマかって俺思わず叫んじまったけど、まあ山菜取りにでも行ったんだろ。実んなわけねえか、あんな時間から。So where is this? その鈴木さんが降りた場所教えてもらえますか。ああ、ヤマンバ峠ってとこだよ。ヤマンバ峠。ヤマンバパス。気味悪い名前だよな。あんなとこに住む場所なんてあったっけか。ないない、あんな危ないところ、そもそも近づかないだろう。Okay, are we done with this, boys? Yamanba Togi ni. Itte miyo. Okay, let's see what happens. Get into a car, we head there. Oh! Final chapter. The truth. So he's been living in the mountains. My god.Who lives here? ここが
スズキが車を降りたという山ん峠か。I mean, I guess if you're hiding, right? 全くと言っていいほど車が通らない、かなり山奥の峠だ。町まで歩くと相当な時間がかかりそうだ。Okay, so... Yeah, final chapter. We'll take a break here then. It is, yeah, we are very close. Like, literally next episode, I guess we will know what happens. We'll finish that whole final chapter next episode. I can't wait to see it now. But, yeah, a lot of stuff here with the old man explaining to us. Not explaining, but he was talking a lot, right? He was saying, like, a couple, dynamite, sexy dynamite, blood, mask man...A lot of those stuff, and yeah, the Todoroki couple as well. I mean, obviously, they were trying to protect Minoru because, yeah, to them, Minoru was a good guy, right? All of the stuff, all of the memories with him, it was everything was good, especially when they were explaining it. Not last time, but yeah, the other episode, they were explaining like, they thought that, them having.This moments together with him would last, like, I guess forever. Because, yeah, they were having such a good time, but then he left, right? So we'll see. We'll see what happens. I can't wait for it. So we're gonna continue this and do more of Famicom Detective Club. Emio, the Smiling Man, in the next one. So I'll just see you then, guys. Bye-bye.